ボッチザロック、8話感想。おい、最終回かこれ。素晴らしい最終回だった。まだ8話だよ。タイトル回収来た。ムジカ、ボッチ尊い、尊い、タイトル回収、ボッチザロック始まったな。綺麗なタイトル回収だった。最初にボッチちゃんの正体に気づいたのがムジカちゃんなのがいいな。エンディングの入り噛みすぎだろ、6話と同じくらい面白かった。タイトル回収来たな、そしてエンディングが変わった。ボッチちゃんかっこよかった。神回か、タイトル回収、危機的状況をギターで弾く、そして飲み屋の親父の愚痴。なんやあのおっさん。配信されてるギターと孤独聞き慣れてるとめっちゃずれてたり声量足りてないの分かって面白かったな。いちいち芸が細かいよな、丁寧な作りだった。ボッチかって、クソかっこよかった、期待を全く裏切らない神回だった。ハードルなんて何の意味もない完璧な出来でしたね。無関心な連中の視線を演奏でもぎ取ってくの最高。一曲目はどうなるかと思ったけど本領を発揮したボッチちゃん思った以上にかっこよかった。来週からやっと2巻の内容だね。身近にギターヒーローがバレるとは。完璧でしたわほんと、求められていたもの全部出してくれてほんと泣きそう。映像化のために変えてる部分がほんと理解度高いよな。原作だと4コマ漫画だからライブ前に観客の言葉で固まるシーンは顔映ってるけど、アニメではあえて聞きで顔は見せず声で表現するの最高だわ。映像への落とし込み方が神がかってる。江ノ島やるんか、シリアス回挟んだと思ったらまたギャグ回か、ギャグ比率の方が多い。ボッチはメンタルのデバフがひどいだけだから。完全に最終回だったけど続くんだよな。タイトル回収で久々に痺れたわ。しっかりライブやって緩いところはとことん緩めて最後はタイトル回収でしっかり締める。メリハリ効いてていいねー。ボッチかっこよかったしタイトル回収するし本当いい最終回だった。やべえなこの作品。やばいですこれ、ギターと孤独公開から数話時間置いたのも効果的すぎるだろ。ファンの子二人ともボッチちゃんのことを慕ってて可愛い、ボッチちゃん覚醒きたー。自然と涙が出たわ。店長を浄化するギタちゃん笑った、名前がコンプレックスだったのが意外だわ。ギタちゃんの下手な歌い方聞いた瞬間鳥肌立った。緊張で喉から声出ない時ってあんな感じだなーって声マンまでびっくりしたわ。一曲目の空気のいたたまれなさはやばかったな。次回ようやく江ノ島か、アニメジャパンで見たキービジュアルが江ノ島だったから江ノ島アニメだと思ってた。ボッチちゃん、打ち上げですら店長に注文聞かれた時とある中に話しかけられた時以外全然誰とも話してないのな。1曲目、うまくいかないみんなの心配するボッチちゃん。2曲目、ギターソロからそれらをぶち破るボッチちゃん。かっこよすぎるぜ、ギターヒーロー。作品名がサブタイトル、オープニング飛ばし、主人公覚醒、正体バレ、そしてオリジナルエンディングに流れるスタックロール、完璧な最終回だった。割とこれちゃんと映画で見たいかも、めちゃくちゃ短い映画っぽい。まさかこんな良作になるとは思わんかったわ、世の中にはいい作品が埋もれてるんだな。